はい、どうも、こんにちは、ヒカルです。今回ですけども、世界の、コースの、上位にいるコースの、この激突グルメレースっていう、日本人のこの、ソベさんですね。結構前からいる、ずーっといる人なんですけどね、この、このコース。あ、おるな。もう、このコースだけで6万ぐらいいいね持ってるんでね、相当な有名なコースだと思うんですけど、これ、やったことないんでね、行ってみようかと思う。これ、全自動なんかな。なぜやな。このクリアーズめっちゃ高いぞ。あー、全自動。あ、これ。あ、曲か。え？ちょっと曲やから一回ほったらかししてみよう。何も言わずに曲っぽいな。これん走っていけるかな。まあそうじゃない。ランって書いてある。あー、これカービィやん。カービィの音楽やん、これやばいな。てん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 、これカービィやんの、まさしく。すげーな、カービィのグルメレース届け。まあ、そりゃそういうことやろな。あったもん、昔カービィとグルメレースみたいなやつ。おもろかったな、カービィ。うわ、やばいな、これカービィダンスって感じやな。やりますね、もう一回見に行こう。カービィダンスかけたな、最後ダンスしとってんの。きっちりなんか足元とも連鎖しようからな、これ。はぁ、ランって書いてあるもんな。どっから始まるのこれって。やばい。え、お、すげえ。あれってあの上のやつとかが話になっとるよ。でもそうだね。やばいなこれ、ほんまジャブ映画じゃ。うん、てんてんてん、やばいな、ほんま。俺、いやすげえな。いやクオリティがやっぱやばい。これ短いけど作るにどれぐらい時間かかるやろなって思うやつ。最後しかもダンスとかけどうかな、絶対。もう今だって最近のやつで全自動系じゃなくて、もうこの曲系が上来だしたい。全自動上を行く。全自動上を行く。曲ってできるん？いや、俺らもできるけど。やばいやろ、曲多分。やることあるらしいけど。あるんや。これ無理やろな、俺らみたいなレベルでは。やばい、だって。意味わからへんもんな。激突グルメレース。で、なんかそのクリボーとか踏ましたりして、音符を踏ますことで音鳴らしてるらしいからな。音符のなんかその、ダンサーによってその音が、あれしね、ドレミファソラシド。ああ。で、そんなん分かっとくのか、無理やろ。無理やろな、そんなん。みんな分かってん。まあ、この辺はだから多分もう特殊な。調べたんかもしれんけど、そういうなんかあるやろ、絶対そういうなんか音を。調べてもできるのか分からない。元から多分、音楽に精通しとる人かもしれんからな。もしかしたら。まあ、世界やったらいっぱいおるやろ、そんなん。小林さんやばいな。すげえコースやな。コメント先行だもんな。とんでもないわ、そんな明らかに。ほんまに。早く終わるけど、もう。全自動塩辛節とかこの何だろう。ポケモンとかと一緒やからな。そうやな。全自動。全自動っていうかなんか。全自動上やな。うん、全自動上やな、ほんまに。さらに上やろ。なんかもう曲や。曲、今、しかもその一番上のやつに関してはもう、A まで書いてもどうかな。まあな。やばすぎるやろ。すごいなぁ。ソベさん。ポータルいいね。やばいな、俺。6万か。これは ?3 万か。絶対これも行くな、6万か。まあ行くな。こっちができるんじゃん、今だってこれも。とんでもがなるやろ、これも。やばいな、これ。モンスターボール。恐ろしいわ。やるな。やるなとかじゃないよな。やるやんとか言えるレベルじゃないこれ。世界はほんま広いな。ほんますごいなっていうレベル。これマジで。あ、まあ、なんかこの亀爺なんてのは作れんでもなさそうやねん、言ったら。亀爺。これで作れんこともなさそうや。B ダッシュのやつけ。うん。なんかシンプルやん。ああ、まあ確かに。まあ、あれもすごいけどな、うん。これは多分ちょっと無理やな。まあ、音出すっていうのはやばいやな。うん。難しいと思うわ、ほんま。ああ、今はもう全自動で勝つ。プラス音が。結構やっぱな、その、世界のやつ上がってくるからな、何個でもおもろいステージがあるんだこれ。まあそうやな、全部 見たいもんね、やっぱり、まあ、入れ替わってくる。うん、しかも浜田さん、演奏付きや、やばいな、やばそうやなこれ。え、これあれやん、サムスやな、メトロイドって。演奏付きってどういうことな。だから全自動プラスもう曲も流れるっていう、もうなんかとんでもないことしだしたんだよ、もう浜田さん。はー、え、ちゃうやん。え、え、 0.03%。 あ、基軸コースやけど音がついたみたいな。え、あ、なんかおるわ、あれ、あれやん、誰、ドラの、あ、ほんまや、あ、名前あったっけ、あいつ何やったっけ、あいつ名前出てこないよ、何言ったんだよ。あ、なんかおったな、あいつな、サムスの、サムスのドラリーじゃん、うん、ドラリーか、なんかそのガトリーかなんかあったっけな。ガトリーじゃない、ガトリンちゃん、なんかそんな感じの名前やろ、あいつ。お、すげえ、やばいな、これ気になるな。 0.03% ってだいぶ薄いよ、鬼畜ステージやん、完全にこれ。超鬼畜ステージやで、これ。でどういうことなのこれ。玉井さんこっちの作ったな。え、あれってあの、なんかうまいことそこを抜き出しておく、そういうのできるんや。あ、サムネ、うん、サムネみたいな抜き出しちゃうんだって、ほら。何これ、え、ベリーシンプルってやつやん。
なんなんこれ。知らん。なんでこんなん上がってっとん。え？なんなんこれ。わからん。え？謎のステージやな。気になるなこれ。でもこんなコメント来るってことはなんかわからんけどおもろいんやろな。そりゃそうだ。シンプルすぎるやろそれ。いやシンプルすぎても、え？しゃあないぐらいシンプルやけどこれほんまに。なんやねんこれ。逆に上がってっとことがすごいよねそれで。うん。すげえな。うん、やばいな。いやーまあね。まあ、こんなんも全部ね動画で一個一個やっていけたらと思うんでね。うん。まあ持ってない人もねぜひ、こういうステージ楽しみにしておいてもらえたらと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。明日。